最速が165キロ、平均球速だと佐々木の方がやや速い、投げる球はほぼ2種類のみ、佐々木ストレートとフォーク、たまにスライダー、ストライダーフォーシームとスライダー、たまにチェンジアップ、奪三振率が高い、佐々木 14.06、ストライダー 15.08。多分やけど佐々木朗希も MLB で活躍できると思うんやが、落ちる球持ってるのも大きい。そんなストライダーが今日投げるで。ストライダーってショートアームのやつやっけ？ヒゲのやつや。右足の使い方が若い頃の松坂っぽい。そうそうヒゲのやつ、背はそんなに高くないけど下半身がめちゃくちゃがっちりしとる。ホップ率 19.5 インチ、49.53センチ。でもマリン以外だと？確かに血のりで勝ってる部分はまだあるな。佐々木ローンデポでフォークの失投をホームランにされたからそこは課題やね。ストライダーの投球フォームの無駄を一切なくしましたカンガスコ。制球力は？制球は佐々木の方がいい。ウィップも 0.56 と 0.94 で佐々木の方が上。イニングが佐々木32回5四球、ストライダー40回14四球。佐々木はまだ自分のスライダーそこまで信用できてないんちゃうか。こないだのソフバン89球で10球も投げてなかったはず。メジャーのボール滑りやすいから佐々木もあっち基準ならコントロール悪化するでしょ。まあただ奪三振ショーが始まったよ。マリン球場でストライダー投げたら完全試合量産するだろ。そもそも戦ってる舞台のレベル違うし、マリンの風バフをもろに受けてるから比較できないやろ。この投球フォームめちゃ好き。メジャー昨季131回で200奪三振取る化け物っぷり好き。へえ、やっぱメジャーには佐々木球がちらほらおるんやね。